多分結構ね、視聴者の皆さんもアイハーブのサプリメント利用されてる方多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、持っておいてほしい知識としましては、基本的にアメリカのサプリメントよりも日本のサプリメントは、こんにちは、お元気ですか、丸尾です。さあ今回はおすすめしないサプリメントというテーマでね、お話をしていきたいと思います。あなたは普段ですね、サプリメントを飲まれていますでしょうか。まあ、結構このチャンネルではサプリメントのことも扱ってきていますし、まあ、何かしらねサプリメントを飲まれている方多いんじゃないかなと思います。僕もですね、普段サプリメント飲んでいるんですけど、ただサプリメントね、何でもかんでも飲めばいいというものではありません。ちゃんとですね、必要なものを選ぶということも大事ですし、自分のね体に合ったものを選ぶというところが非常にポイントになってくるかなと思うんですね。で、間違ったサプリメント選びをしてしまうと、体にいいどころかね、逆に良くない影響を与えてしまうということにもなりかねませんので、注意が必要です。ということで、今回の動画では僕がおすすめしないサプリメントというテーマでね、お話をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。さあ、それでは参りましょう。まず一つ目にお話ししたいことが、質の悪いサプリメントは選ばないということです。まあ、これは当然かと思われると思いますが、まあ、一口にね、質が悪いと言ってもいろんな見方があると思うんですね。で、どういうものがあるかと言いますと、まずは余計な成分が多く入っているもの。結構ですね、サプリメントにも添加物がね使われているものがあったりしますので、なるべくそういう余計な成分は少ないものを選んだ方がいいと思うんですね。で、他にも原材料の質があまり良くないもの、どうしてもねコストを下げようと思うと、質のあまりよろしくない原材料が使われているなんていうサプリメントも結構あったりします。さらにですね、有効成分の量がどれぐらい入っているかというのも非常に重要なポイントでして、例えばですね、僕が普段使っているマルチミネラルビタミンのサプリメントがねあるんですけど、これはですね、市販されている、まあ一般的なドラッグストアとかに置かれているですね、大手の商品、まあ、マルチミネラルビタミンですね、比べてみると成分の量が全然違うんですね。ある成分によってはもう30倍もね差がついている、まあ、全然入っていないっていうことなんですけど、そういうものがあったりします。でもね、価格は別に30倍ももちろん差がないわけですよ。だからその成分の量あたりのコスパというところで見るとですね、実は一見安そうに見えるものの方がねコスパが悪かったりもするんですね。この辺も見るべきポイントかなというふうに思います。で、あとですね、僕がこのサプリメントのお話をするときにいつも思い出すエピソードがありまして、僕の友人がですね、まあおそらく皆さんもご存知の日本を代表する大手のサプリメント会社で働いていまして、もう今はね退職して辞めているんですけども、まあ、そこで働いていて、でしかもそのサプリメントを開発するっていうね担当者もしていたような友達がいるんですけど、その友達が言ってたセリフがですね、私は絶対自分の会社のサプリメントは飲まないっていう風にね、カフェでお茶してる時に言ってて、まあそれも10年ぐらい前の話なんですけど、当時の僕はすごく衝撃を受けたのを覚えています。なのでやっぱりね、こうなんかなんとなくのイメージで選ぶんじゃなくって、ちゃんとその会社がねどういうコンセプトで商品を作っているかとか、まあその会社がですね商品に向き合ってる姿勢とかですね、やっぱりそのあたりのところはちゃんとチェックしないといけないというところが大事なんじゃないかなと思っています。で、あとですね、この話もぜひ伝えておきたいんですけど、まあサプリメント、日本のメーカーが作っているサプリメントもあれば、アイハーブなんかで買えるアメリカのサプリメントってねあると思うんですよ。多分結構ね視聴者の皆さんもアイハーブのサプリメント利用されている方多いんじゃないかなと思うんですが、これね、まあ、どっちがいい悪いって問題でもないんですけど、まあ、持っておいてほしい知識としましては、基本的にアメリカのサプリメントよりも日本のサプリメントは平均的に見ると質が低いです。はい、これ残念ながらなんですね。別に日本のね企業がこう手を抜いているとかサボっているってわけではなくて、もうね制度が違うんですね、日本とアメリカでは。で、日本ではサプリメントっていうのはあくまでも食品扱いのカテゴリーに分類されます。ところがアメリカでは食品ではなく、まあ、医薬品でもなくっていうですね、その間にサプリメントという位置づけで定義づけられているものなんですね。ですので日本とアメリカにおいてはこの同じサプリメントといっても位置づけが全然違いますので、もう何をねその目的として作られているかっていうところの、まあ、根本的なもう思想が違うんですね。なのでどうしてもその平均値で見るとアメリカの方が優れているというところありますので、だからといってこう日本のものが絶対ダメだとかいうわけではないんですけども、まあ、こういう知識もね持たれた上でサプリメント選ばれるといいんじゃないかなと思いますね。
はい、それではですね、ここから2つはもうね、特定の栄養成分についてお話をしていきたいんですけども、まずですね、お伝えしたいのがオメガ3のサプリメントなんですよ。これもね、まあ血液サラサラになるとかって言ってね、結構人気で取られている方も多いと思うんですけど、このオメガ3のサプリメントはね、結構注意して選ばないといけないサプリメントの、まあ代表的な成分になるんですね。で、どういうことかっていうと、オメガ3のね、サプリメント、このオメガ3の脂質っていうのは酸化されやすいっていうね、特性を持っているんです。なので結構ね、その市販されているオメガ3のサプリメントを調べると、すでに酸化されているってこともね、結構あるんですよ。で、これ実際に論文発表がされていて、2017年にアメリカで発表された論文なんですけども、もうここでははっきりですね、市販のオメガ3のサプリメントをその分析して調べたところですね、かなりの割合が酸化していたというふうな報告もされているんですね。ですので、もうちゃんとね、その品質のいいものを、お確かなものを選ばないとですね、もうすでに酸化した油を摂取してしまう、まあ、そうなると当然ご体内もね、酸化してしまいますので、ここはちゃんと選ばないといけないというところですね。まあ実際ね、これも驚くような結果が出ていて、 EPA とか DHA とかをですね、線虫とかマウスに与えると、なんと逆に早死にしてしまったっていうね、結果が出ているんですけども、まあこれのね、考察としては、やはりそのすでに酸化したようなサプリメントを与えたので逆効果になってしまったんじゃないかという結果も出ていますので、まあせっかくね、こう体のためにと思ってやったことがですね、逆に体をその害してしまうというね、ことにもなりかねない、注意が必要なところかなと思います。まああとオメガ3に関しては、体内に入った後もね、酸化されやすいっていう特徴ありますので、ぜひですね、抗酸化成分と一緒になっているサプリメントね、これ選ばれてください。まあいろんな成分ありますけども、ビタミン E とかね、例えば僕がいつも使ってるやつだと、アスタキサンチンっていう、まあ非常に抗酸化力が高い成分とオメガ3が一緒になって入ってるんですね。まあ、こういうやつだったら、もうそれだけ取っていればですね、ちゃんとオメガ3が酸化されないような形で体内に入って、で、入った後もちゃんと働いてくれますので、まあ、こういうのも選ぶというのがポイントかなと思います。さあ、それでは最後3つ目参りたいと思います。3つ目はね、脂溶性ビタミンです。油に溶けるタイプのビタミンですね。具体的にはビタミン A、D、E、K の4種類なんですが、この脂溶性ビタミンに関しては特にですね、過剰摂取に注意が必要ということになります。取ってもいいんですけど、こう素人判断でですね、あまりこうたくさん取りすぎるとね、逆に良くないってことなんですね。で、さっきその日本産とアメリカ産っていう話をしたんですけども、結構ね、アメリカ産のサプリサプリメントって容量が多いことがね、よくあります。なので、アイハーブとかでね、買われる方も量注意ですね。で、脂溶性なのでね、その油の中に、体の中に蓄積されていってしまいますので、高容量を長期間取り続けると過剰摂取になりやすいということがあります。これもね、ちょっと怖い話があるんですが、過去にね、行われたいくつかの研究でですね、ビタミン A のね、がんを予防する効果を確かめようということで、高容量のビタミン A を長期間ですね、摂取してもらうっていう、まあ、人間でね、これ実験を行っているんですけども、その結果どうなったかというと、なんとですね、ビタミン A のサプリメントを摂取し続けることで、逆にね、がんの発症率が上昇してしまったっていう結果も出ているんですね。まあ、先ほどのオメガ3もそうですけども、やっぱりね、こうどういう成分であっても質の良いものを摂ることがまず大事ですし、摂りすぎが良くないっていうね、これ象徴的な結果かなと思います。まあ、ビタミン A 以外にも最近だとビタミン D、 これもね、このチャンネルで扱ってきていますし、非常に健康にいいということで注目されていますけども、忘れちゃいけないのは、ビタミン D も脂溶性なんです。で、過剰症もあります。ビタミン D を取りすぎると、高カルシウム血症といってですね、そこから腎臓のダメージ、腎臓の障害につながったりですとか、あとはその血管が石灰化ねしてしまうという、まあ、そういった過剰症もありますので、確かにすごくこういい成分で不足している人が多いんだけども、ちゃんとやっぱね、血中濃度を見ながら取るとかいう形で取りすぎないようにする。特に脂溶性ビタミンは気をつけるようにしましょう。それではここで少し告知をご覧ください。登録者1万人突破、丸尾の公式 LINE 配信中です。今回ビタミンのお話をしましたが、各ビタミンの働き、そしてどんな食べ物に入っているかっていうのをまとめたビタミン図鑑をプレゼント中です。他にも合計10個の豪華特典ありますので、登録がまだお済みでない方は概要欄から友達追加してみてください。はい、ということで
今回はサプリメントでおすすめしないものということで、まあ取り方の注意点もですね含めてお伝えをしました。まあどうしてもね、こう質のいいサプリメントっていうのはなかなか値が張るっていう側面は否めないわけなんですが、まあでもね、安物買いの銭失いでしたっけじゃないですけども、やっぱりね、安かろう悪かろうであんまり安いものはね、それなりの理由があるかなと思いますので、まあサプリメントね、無理して買う必要はないと思うんですよ。むしろサプリメントにお金を割くよりも、まずは日々のお食事、こちらの方をね、しっかり栄養バランスを整えていただく、こっちの方がよっぽど重要だと思いますので、まあ、サプリメントはあくまでも余裕があれば手を出すぐらいのね感じでやっていただけたらいいのかなと思います。それでは最後にコメント紹介のコーナー参りましょう。以前アップしました一番死亡率を下げる食べ物、たくさんコメントをいただきました。まずは一番いいねを集めた方がこちらです。日本人の体には和食が一番合ってるんでしょうね。そこに日本茶を飲んだり季節の果物を食べたりしていたら病気が寄りつかないと思いますと、はい、いうことで7いいね獲得されています。そうですね、やっぱり和ご飯本当にね素晴らしいなと思いますし、なんか最近思うのは、その和ご飯って言った時に、まあご飯とかね、こう味噌汁とか納豆とかいろんな食材浮かんでくると思うんですけど、意外と忘れがちなのが緑茶かなと思うんですよね。まあ食事と一緒に取らなくてもいいとは思うんですけど、こう日常生活の中でですね、ぜひこの緑茶ね、前回の動画でもご紹介させていただきましたけども、この緑茶を取り入れる、これで和ご飯完成なのかなと思いますのでね、ぜひぜひみんなで緑茶飲んでいきましょう。そして僕が一番気になったコメントがこちらです。はい、たくさんいただいてますけども、ちょっと抜粋して読ませていただくと、20年以上ねペットボトルの緑茶を飲まれていたんですが、先日初めてオーガニックの緑茶をお湯で煮出して飲みましたと。あまりにも美味しすぎて驚きましたっていうね、嬉しい感想をいただきました。いやー、そうなんですよね。まあペットボトルのね緑茶も手軽に飲めるっていうその良さはもちろんあるんですが、やっぱりね美味しさっていうところでいくと、この急須でね出してお湯でねこう飲むっていう、やっぱ全然香りもね美味しさも違いますし、茶葉もねいろいろ美味しいものね違いがあったりして楽しいですのでね、ぜひぜひ多くの方にね、このお茶の美味しさ、これもっともっと伝えていきたいなと思いますね。ということで今回の動画は以上でございます。いつもご視聴くださりありがとうございます。参考になったよという方はぜひいいねボタン、チャンネル登録していってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、ごきげんよう。